俺だ すい <laughs> こんにちは、神田です。本日の動画は明日行われます。山口県天皇杯予選準決勝、FC バレイン下関がですね、出場するということですので、えー、またまた神田がですね、FC バレーン下関の監督なら、システム、えー、スターティングメンバーはこれだというね、企画を この動画でお伝えしようと思っております。えー、対戦相手がですね、2年連続、えー、山口合同合算ということで、えー、去年もね、えー、対戦した相手ですので、まあ、そのことについてもね、ちょっと触れていきたいなと思っております。えー、早速ですね、えー、システム、えー、スターティングメンバーの方をお伝えしたいなと思います。 じゃんということで、え、神田が監督なら明日の山口合同合戦のシステムは361です。え、キーパーは河津選手。え、3バックの左から田辺選手。真ん中が沖田選手。右に吉沢選手。 ボランチ2枚を山重選手と田原選手。左を安方選手。右を落選手。で、まあ、トップ下というか、まあ、シャドウに入るところを石川選手と塩崎選手。で、ワントップには西大輔選手を起用して、 この11人で、神田が、もしも、FC バレーン、下関さんの監督なら、このシステム、スターティングメンバーで、ピッチに送り出したいと思いますえ。前の動画でも言いましたが、もう基本神田は、えー、3バックです。で、前回と、まあ、スターメンをね、変えた理由が、まあ、 二つ。一つ目は、まあ、偵察されると思うので、えー、バレたくないっていうのが一つの理由。で、もう一つは、まあ、今年ですね、えー、コロナが、まあ、よっぽどじゃない限り、え蔓、ーま、延というか、ひどいことにならない限りは、多分公式戦が行われると思いますので、えー、30試合近くあるので、 え、チームの底上げを含めて、まあ、いろんな選手を試したい、使いたいのと、まあ、前回ね、えー、出場した選手、メンバーは、まあ、疲労を含めて、まあ、お休みという意図です。で、前回が352から、え、今回361に変えた理由は、 合同合スさんのね、去年のイメージは、こう引いてね、守って、身長の高いツートップに、こうロングフィードを蹴って当てて収める。そういうサッカーをしてきた記憶があるので、まあ中盤の枚数を5枚からまあ6枚に1枚増やして、 まあ、しっかりね、セカンドボールを回収したい。ということで、えー、今回ですね、中盤の枚数を1倍増やしました。で、左にね、安方選手を入れたのは、まあ、落ち選手が、まあ、神田も、えー、毎日練習の方を、えー、お邪魔させていただいてるんですけども、なんか調子いいですし、えー、この間のね、練習試合でも、 いいクロス、いい仕掛け、え、積極的に、え、やっていたので、コンディションもいいんじゃないのかなと思って、え、神田は、え、右で落ち選手を起用、したいなと思いました。で、ボランチのところに山重選手を入れたのは、え、ボランチの田原。 キャプテンの、まあ、サポート役。そしてですね、えー、トーナメントなので、もう、一発、えー、負けてしまうと、えー、終わってしまうので、もう、先制点は与えたくない。そういう意味を込めて、チームの守備の要としてですね、90分間ね、チームを支えてほしい。そういう、 意味、意図を込めて、今回ね、スタメンで、抜擢。で、西選手のワントップ起用は、まあ、コンディションがいいのと、まあ、足が速い、え、スプリットもある、えー、そ、っていうことから、しっかりファーストディフェンダーとなって、マイプレ前からしっかり、えー、趣味の部分を、頑張ってほしいのと、やっぱ彼の持ち味である、ドリブルでね、 引いた相手を切り崩していってほしいのと、まあ、裏への飛び出し、タイミングよく裏へ飛び出してもらって、相手自陣のね、えー、守備を、まあ、か乱、えー、してほしいという、えー、今回、えー、起用ということです。で、ツーシャドウに入る、えー、石川選手と、 塩崎選手に関しては、まあ、西選手のフォローもしてもらいたいですし、石川選手は、えー、開幕戦ですかね、えー、本当に見事なミドルシュートも決めて、ヒーター相手にとってやっぱり、 ミドルレンジ、もしくはロングシュートって結構効果的だと思いますので、それを打てる選手と塩崎選手の場合は細いんですけど、やっぱ体幹がしっかりしてて当たり負けしない。えそしてスペースの飛び出し、もしくはこうワイドに開いてもらって、え西選手、そして石川選手、塩崎選手3枚で、 本当にね、相手、守備陣、斜めに入って、斜めに入って、えー、本当にね、えー、マークをずらしていってほしい。そういうところで、えー、気を、をさしていただきました。まあ相手はね、先ほども言いましたけども、もう引いてくるんじゃないのかなと思うので、引いてくる相手には、もう圧倒的な運動量がないと勝てないので、まあ両サイド、 に入る安方選手、えー、落ち選手が、攻守において、活躍してくれると思うし、まあ、単純に言うと、後ろの3枚を残して、7人で、ま、攻めるというイメージ。さっきも言いましたが、えー、ロングフィードをね、相手は、入れて、 来ると思うんですよね。ですから、前でしっかりプレスをかけて、同サイドに出た瞬間、もうここではめる。サイドチェンジをさせない。サイドに展開させない。逆サイドに展開させない。もうここでしっかりボールを挟んで、えー、と、ボールをダッシュする。そしてですね、えー、講師の切り替えがポイントとなるので、 カウンターアタックでもう仕留める。もう、ね、それをすれば、えー、点は奪えると思いますので、そこをね、徹底してやっていけばいいと思いますし、もしも、ツートップにボールが入ったとしても、しっかり田辺選手とか沖田選手、吉田選手が、えー、しっかり弾き返せばいいだけのことですし、えー、もし収まったとして、前を向かれたとしても、数的優位の状態なので、 焦らない限りは、えー、抜かれない、えー、失点しないと思いますし、最後には、我らの守護神、えー、河津選手がね、落ち着いて冷静にね、シュートストップしてくれると思いますので、本当に、えー、落ち着いてやっていただきたいなと思います。まあ、この試合のポイントは、えー、さっきから言ってますけども、相手を圧倒的に上回る運動量と、 講師の切り替えがもうポイント。そしてですね、あと一つ、えー、点がね、なかなか取れなくて、イライラするかもしれませんが、もう決してイライラをしない。えー、そこはね、相手時間をかけていけば、相手の運動量も落ちてきて、自分たちの、本当にね、ペースになるので、 本当そこまで決してイライラをしない。えまずは自分を信じて、えー、チームメイトを信じて、まあそれでもうまくいかない場合は、監督含めスタッフ、えー、メンバーが、えー、しっかり鼓舞してくれると思いますし、えー、サポーター、ファン、そしてね、メンバーがになった選手たちもね、応援してくれてますので、本当にね、チーム一丸となって、本当に決勝へのね、扉を開いてほしいなと、 思います。明日がですね、十字キックオフになりますので、お時間ある方は、ぜひともですね、うんと、小野田サッカー交流センターをですね、バレーインブルーに染めていただきたいなと思います。神田の方もですね、現地に行って YouTube の撮影をしたいと思いますので、本当に皆様一人でも多く、えー、FC バレイン下関を応援の方をよろしく、 お願いいたします。いつも最後まで動画を見ていただきありがとうございます。それでは、また